滝沢秀明氏が設立したトベは、わずか1年でジャニーズ事務所を超える勢いを見せている。彼の決定的な違いは何かそれは、展開の仕方とインターネットを活用した販売戦略だ。滝沢秀明氏、42歳が立ち上げたトベは、設立から1年余りで驚異的な成長を遂げている。彼は旧ジャニーズ出身者であり、 その背景を持ちながらも、新たな舞台での挑戦を続けている。トベは、昨年3月に立ち上げられ、その短期間の間に、数々の注目すべき業績を残してきた。トベの舞台に立つアイドルグループ、IMP は、中国の四川省での音楽フェスに出演し、多くの話題を呼んだ。さらに、元ンプリの三人組、ナンバーアンダーラインイも、 アメリカの野外音楽フェスに出演するなど、海外展開に成功している。滝沢氏自身も中国版 SNS ウェイボーの運営会社を訪れ、トベのグローバル展開への意欲を示した。旧ジャニーズ出身者が立ち上げたトベの成功は、従来のジャニーズ事務所の手法とは異なる新たなアプローチによるものだ。ジャニーズ事務所は長年、国内のメディアを中心に活動し、 地上波テレビなどでの露出を重視してきたが、トベはインターネットを活用した売り出しや SNS を通じたファンコミュニケーションに力を入れている。これにより、トベは従来のジャニーズ事務所にはない展開を実現し、世界中のファンを獲得している。例えば、トベは LINE を通じて所属グループやタレントの最新情報を提供し、ファンクラブの有料会員には得点を与えるなど、 ファンとの緊密なコミュニケーションを図っている。このような新しいアプローチにより、トベは従来のジャニーズ事務所の枠を超え、新たな市場を開拓している。滝沢市の過去の経験や新しいチャレンジ精神が、トベの成功に大きく貢献している。今後もトベの成長が止まることはないだろう。旧ジャニーズ勢にとって、 トベの台頭は新たな競争相手として戦々恐々とさせる存在となっている。果たしてトベは今後も本家を超える勢いを持ち続けるのか、それとも新たな課題に直面することになるのか。これからの動向が注目される。一方、旧ジャニーズ出身者たちにとってはトベの台頭は脅威である。ジャニー北川氏の性的虐待問題が表面化し、 旧ジャニーズは解体された。その保証交渉に関しては、スマイルアップ社の対応がブラックボックス化している。被害者の声は無視され、メディアの会見要請も拒否されている。このような状況下で、トベの台頭はさらに旧ジャニーズの不安を増大させている。トベが旧ジャニーズを超える要因は何かエンターテイメント業界の専門家はこう語る。 滝沢氏がジャニーズを離れた際、業界では彼が従来のジャニーズの枠を超える可能性を見出していました。トベのアプローチは、従来のジャニーズとは全く異なる。それは、世界市場への挑戦とインターネットを基盤とした販売戦略である。ジャニーズはこれまでに地上波やテレビなどでの露出を重視してきましたが、トベはそれに固執せず、世界市場に進出する。 さらに、トベはインターネットを活用し、米国や中国など世界中でファンを獲得しています。LINE を通じて、所属グループやタレントの最新情報を常に提供し、ファンクラブの会員には特典を与えるなど、情報をオープンにしています。昔、ジャニーズから派生した所属タレントは、いわばジャニーズの受け皿として位置づけられていた。しかし、 トベはこれまでの常識を覆し、スタートエンターテイメント社をも凌駕する勢いを見せている。彼らは常に海外展開を試行していたが、スタート社が未だに地上派への出演を目指しているのに対し、トベは海外市場に積極的に参入しようとしている。この違いが、滝沢秀明氏の手腕とトベの成功の秘密なのだろうかジャニーズ事務所が解体された後、 その保証に関する情報はブラックボックス化している。スマイルアップ社の対応は一方的であり、被害申告者はメディアの会見要請にもかかわらず無視されている。さらに、東山の利ゆ社長の元マネジャーらスタッフ二人の性加害問題も未解決のままである。この状況下で、トベは完全に精錬であるとされており、 滝沢氏がジャニーズを離れた後に新たな道を模索している。滝沢氏はジャニーズを22年間にわたって役員として勤めたが、その経験を生かし、新しい展開を模索している。彼の戦略の一つは、インターネットを活用した販売だ。ジャニーズが従来から地上波テレビなどを中心に展開してきたのに対し、トベはインターネットを活用し、 世界中にファンを獲得している。SNS を通じて、米国や中国などの世界各地にファンを増やしている。また、LINE では所属グループやタレントの最新情報を常時提供しており、ファンクラブの有料会員には特典を提供している。これに対し、旧ジャニーズ勢力は何を思うであろうか昔からのファンや業界関係者によれば、 トベの勢いは、旧来のジャニーズ事務所をも凌駕するものだという。ジャニーズ事務所は、もともと海外市場を見据えた活動を行っていたが、その勢いは今もなお地上派への露出などで制約を受けている。滝沢トベとは一線を画す。ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏の性的虐待疑惑をきっかけに解体され、その後もスキャンダルや問題が後を絶たない。 被害者の声はあまりにも大きく、スマイルアップ社をはじめとする関連企業の対応は不透明なものとなっている。性的虐待被害者の数は増え続け、メディアもその問題を深く掘り下げている。一方で、トベはこのようなスキャンダルに関与していないだけでなく、新たな舞台を切り開いている。トベの成功は、 ジャニーズ事務所の枠を超えた新たな可能性を示している。彼らの取り組みは、これまでのエンターテイメント業界に革新をもたらす可能性がある。果たしてトベは、本家であるジャニーズ事務所を超えることができるのだろうかその答えは、時間が解決してくれるのかもしれない。トベの成功に対する反応はどうだろうかファンや業界関係者は、 滝沢氏の新たな挑戦にどのように反応しているのだろうかこれからの展開がますます注目される。戸べの成功は不可避のように思われる。しかし、果たして彼らは本家であるジャニーズを超えることができるのだろうかその答えは時間の問題である。戸べの成功は、単に滝沢秀明氏の個人的な実績だけでなく、 グループ全体の努力とファンの支持があってこそ成り立っている。これからも、トベはファンと共に歩みを進め、新たな挑戦を続けることで、エンターテイメント業界に新たな風を巻き起こしていくだろう。ここで一つ考えてみたい。トベの成功は本当に持続的なものなのかそれとも一時的なものなのかジャニーズ事務所の影響力や歴史を考えると、 トベがその地位を確立するのは容易ではないだろう。しかし、滝沢秀明氏の手腕や新しいアプローチによって、トベは確固たる地位を築くことができるのかもしれない。